アメ州国のディズニープラスで2021年7月7日に公開されたザ・シンプソンズの短編アニメーション。これはアメリカで2021年5月4日に公開されたザ・シンプソンズとスター・ウォーズのコラボアニメマギー・シンプソンのホースの覚醒に続く第2弾となる。日本のディズニープラスでは同年7月16日から配信された。アスガルドを追放されたロキは 同じく、いたずら者のバートと手を組む。これまで、ホーマー役を務めてきた、大平トールが2016年に死去していることなどを、受けて、吹き替え声優は一新されているが、マージは登場しない。ザ・シンプソンズがディズニープラスに参入したとき、共同クリエイターで共同プロデューサーの、ジェームズ・ウェルブ・ルークスは、ザ・シンプソンズを宣伝し、本作のシリーズを知らない皆様にも知ってもらおうと、 短編作品を作ろうと考えていた。最初の短編作品、マギー・シンプソンのホースの覚醒の制作が終わる2021年4月頃に、エグゼクティブプロデューサーのアルジェーンは、当時予定されていたマーベルスタジオのテレビ番組、ロキが次のクロスオーバー候補にぴったりだと考え、トム・ヒドロストンを再びロキ役に選出しようと考えていた。そして2021年6月、 本作が公開されることが発表され、それと同時にトム・ヒドル・ストンがロキ役に選ばれた。この短編作品のタイトルは1966年に公開されたセルジオ・レオーネ監督の映画、俗、夕日のガンマンのパロディである。ジャンは、どのスプリングフィールドの住民がアベンジャーズの中で、どのメンバーになるかを選出することが、とても楽しい、と感じていた。なお、 マーベルコミックの原作者であるスタンリーを仮名を出演させようとも考えていたがリーは2018年11月12日に亡くなったため出演は叶わなかったトム・ヒドル・ストンはこの作品でロキ役として復活シンプソンズのレギュラー声優ではダンカス・テラネタがホーマー・シンプソンナンシー・カートライトがバート・シンプソンヤードリー・スミスが リサ・シンプソンの役を担当し、モーリス・ラマーシュは、オーディン、ドーン・ルイスは、ラボナ・レンスレイヤーを担当している。本作は、2021年7月7日に、アメリカ合衆国のディズニープラスで配信され、同時に、ロキダイゴは、未知への旅が公開された。本作のポスターは、アベンジャーズのパロディーとして公開されている。日本では前述の、マギー・シンプソンの、 ホースの覚醒とともに、同年7月16日から配信された。ありがとうございます。